ございます。先ほど鈴木翔さんがちょっと遅れるみたいなもんですから、ただいまから野田市定例記者会見を開催させていただきます。最初に本日の欠席の報道の方なんですが、毎日新聞、読売新聞、SBS 第一テレビということで、報告を受けておりますので、よろしくお願いします。それでは、最初に市長報道と話題使用についてということでコメントをお願いします。改めておはようございます。おはようございます。お願いします。私からは話題ということで、資料の1をご覧いただきたいと思います。2013年の人口移動報告について、こういうことで、あります。これは総務省が1月の30日に発表をいたしました。掛川市については160人の転出超過ということの結果でした。私としては25年はもう、いろいろな企業誘致を積極的に進めているので、転入超過になるというふうに思っておりましたが、結果として、160人の転出超過ということであります。しっかりした分析はまだできておりませんが、その資料のように、最も転出超過が多いのが15歳から19歳の101人です。これについては、進学による転出が多いのかなという気がしております。それから、特徴的なのは20歳から24歳で、男性が4人転入超過であるのに対して、女性が64人の転出超過ということであります。それから30歳から34歳でも男性が10人の転出超過であるに対して、女性は46人の転出超過ということであります。結婚子育て世代の女性の転出が、男性の転出を上回ったということだというふうに思います。それから4番のところに出てデータがちょっと古いんですけれども、22年の国税調査の段階の数値を見ますと、掛川市に市外から掛川市で仕事をしている人が、掛川市在住で市外に仕事を求めている人に比べると、1500人ぐらい掛川で働いてくれる人が多いと、こういう結果になっている。企業庁も含めて掛川で仕事をするという場が、確保がだんだん進んできているのかな、こういうこれデータが古いんで、今はもっとずっと、それから資料の、めくってちょっといただいて、細かい数字が男女別の転入超過数これ字が多分見えない方がいらっしゃると思いますけど、これは見ますと、203番の沼津市がマイナスの1239人で、転出が一番多いということ、合わせて、焼津市、それから磐田市、から牧之原、御前崎、吉田町、袋井も掛川も、先ほど掛川は160人と言いました、沿岸部の自治体の人口流出が、その反面、藤枝市が828人の、受け入れ増といいますか、転入増になる、菊川市も120人増と、この数値から推測しますと、これは間違いなく、津波の関係で、生産拠点の、移動、あるいは生活をしている場を、内陸部に移しているという結果が、このデータから
多分これは間違いないことだろうというふうに思っています。まあ、これについてもまあ掛川市は南部の企業が生産拠点をずっということはありません今のところでしたけれども、まあ120億の減ということでありますので、これから少し改めてしっかり分析をして対応を考えていきたいというふうに思っておりますが、こういうその津波の心配で、まあ、人口流出が続いている中で、県が先日、まあ、発表しました、津波に対する海岸防災堤の、まあ、県の、これは海岸保全計画の見直しということで、大筋がまとまったということで発表があったのですけれども、これによりますと、まあ、基本的にはレベル1の予想を繋いだかに対応できるように対策を取っていく、まあ、こういうことであります。ちなみに掛川市ですと、まあ、レベル2に対応する施策を取るということで、アクションプログラムを今策定作業を進めているわけで、レベル2の死者が800人、津波による死者が100人という、これは被害想定が出ているわけですので、この100人に対して死者をゼロにするという対策を取るということになりますと、レベル1の対策でいいよと言われてもそれは困る。そういう意味では県に改めて、しっかり、レベル2に向けた対策を取ってもらうそういうことについては、この沿岸の4市、岩田、袋井、掛川、前崎、まあ、一緒になって改めてしっかりした、県の対応について要望していきたい。ちなみにレベル2の津波高は、掛川市10キロの海岸線、8.3 メートルから 13.2 メートル、まあ、西の方が低いわけですけれども、そういうで、これがレベル1ですと 4.1 から 6.7、 そうすると掛川の海岸線は何もやらんでもいいという結果、あるいは何もやりませんよということでありますので、まあそら困る。で、特に浜松がああいう形で、今防潮堤を作っております。で、まあこの連休の後ぐらいには500メートル完成するということでありますけれども、これがまあレベル2までにはいかないとしても、レベル 1.7 とか 1.8 ぐらいのところの防潮堤を、作っていくということでありますので、まあ少なくとも天竜川1棟の御前崎までの延伸の考え方については、県にしっかりした対応を取るように改めて強く要請をしないといけないというふうに思っております。まあ、すぐに全部のことができるというわけではありませんけれども、県はやっぱりそういう意味では、そこの企業、沿岸部の企業の皆さんとか生活している方の安心感をしっかり、生み出す、醸成するという意味からも、しっかりした構想を、これはあくまでもレベル2に近い構想を早急に発表し、段階を踏んで整備していく、こういうこと。これは知事はもう自転車のかさ上げも含めて、まあ、そういうことでお話になっているわけでありますので、まあ、知事に対してもしっかり要請をしたいと、こう、まあ、特にこの先ほど言った市町のこの
転入超過の数値を見て改めて、これについてはやっぱりそれでないともう間違いなく、沿岸部の企業については、まあ、この場所にずっと、あの県はですね、県は全体で海岸線から内陸部に移っていくなら別にこの県外に出てっちゃうのは困るけれども、県内なら関係ないよっていうようなところが多分あるんですけど、まあ市町村はそういうわけにいきませんので、可能限り決まるところでも安心して、生活あるいは産業活動ができる、そういう状況になるようにさらなる努力をしたりを県に要請していきたい。それから、あと資料がありませんけれども、まあ、木造駅舎の関係につきましては、まあ、1月26日に、まあ、空供用開始の式を、まあ、行いました。まあ、掛川駅長さんと、それから、掛川駅木造駅舎を保存活用する会の、和歌山会長と一緒に、まあ、シャスの木造の扉を、まあ、開けたわけなんですけれども、まあ、木の代わりのする構内に立ったときに改めて、まあ、風格のある駅舎の姿をやはり長く後世に引き継いでいかないといけない、改めてそういう感じがいたしました。合わせてあの正式なお披露目については、JR の隣のツアーズ、それからその隣の公衆トイレの、まあ、景観、集計、これを木造で、完成した後、予定は4月の26日を予定していますけれども、お披露目のまあ、式典を実施をしていきたい。で今現在の、ケネディ、キャロライン・ケネディ、アメリカの駐日大使に、招待状を出して、おります。ぜひ来ていただきたいと。まあ、これも前にお話申し上げませんけれども、ジャック・リー・ケネディがグラセン・グランド・セントラル・ステーション、ニューヨークにある駅、これのを新しく建て替えるというときに、まあ、残すべきだという大運動をして、現在もその姿が残っていると、まあ、こういうことでありますので、まあ、その DNA を引き継いだカロライナさんにもぜひ、掛川市民の思いを伝えている意味からも、ぜひ出ていくという働きかけをしております。今文章だけですので、一度私自身が大使館に行って正式にお願いをしていきたいと、こう思っております。まあ、まあ、そういうセレモニーを4月20日に実施。それからこれも資料ありませんけれども、あの城下町駅伝の競争大会が2月の9日に実施をしました。少し中断をしておりましたけれども、まあ、4年ぶりに再開をしたということで、中断の前はあのエコパの、運動公園の園内を走っているという駅伝でしたので、少し中断をして改めてこの東の城下町、駅伝競争大会ということで実施をしました。まあ、148チームが9ですか、はい、というチームが参加をいただきました。まあ、盛大に開催できた。で、まあ、この駅伝競争大会を契機に、まあ、市町対抗駅伝競争大会の成績がさらに上がるように
になれば大変嬉しいなと同時に、今回のこの大会については、中東園氏ら灰原の各市町からも参加をしてもらうという呼びかけもして、実施をいたしました。城下町駅伝でありますので、掛川には3条あるわけですので、高天神城、横須賀城、来年以降、そちらの南部の方で、開催ができればと、思っています。私の方から以上であります。今の数ですけど、149が申し込みで参加が148ということだそうです。今ちょっと事務局から確認します。すみません。次に御田行事長ですが、異形になっておりますので読み上げさせていただきます。1、静岡県信用金庫協会との高齢者見守りに関する協定締結が2月の18日火曜日午後1時より市役所会で行われます。2、第5回都道府県対抗トランポリン競技選手権大会が2月の21日金曜日から23日日曜日まで行われます。詳細についてはご覧の通りです。3リーグです。3、第2回勝川食育健康フェアについて2月の23日日曜日、午前10時から、障害学習センターで行われます。4、小渕海岸防災人食事会が3月の1日土曜日、午前10時から行われます。大渕市内海岸防災人で行います。5、掛川共同のまちづくりフォーラムについて3月1日土曜日になります。午後1時から多摩アリーナで開催いたします。6、環境を考える市民の集いと環境圏について3月8日土曜日午前9時30分から障害学習センターで行います。7、津波避難施設竣工式が3月9日日曜日に午前10時から国安市内で行います。8、津波避難訓練について3月9日日曜日午前10時45分から南部区域によって行われます。それぞれ資料がついてありますので、私の言い方はよろしくお願いします。本日の案件は以上です。すみません、もう一つお言い訳します。以上でございますので、ここからは今月の幹事であります静岡新聞社さんに司会をお願いします。よろしくお願いします。東京都の報告ということでありましたけれども、これ、資料を見させていただきまして、この15歳から、34歳までの国があるんですけれども、含めてここだけで180人、90人ぐらい減っていて、全体150人ということは増えているところもあるんですね。そうですね。そういうことです。はい。どこら辺が増えているか。一番増えているところはですね、40歳から44歳が25人です。で次がこの25から29の23に増えているところですね。それは男女というかあれですか。25から29はこの書いてある通りに、男性の方が24人多いですが、40歳から44歳はこれも、男性が26と女性が1減ということで、この資料を、はい、私できるかな。はい、はい、多分1枚だけるから説明資料これ何て言った25年度の年齢別性別転入転出者数集計中、これ、これ外人が入ってないもんだよ。そうです。これを調査は日本人だけのものですから。まあいいじゃん。はい。資料渡して。ちょっと今年ってことですね。ですが、今年度マイナス160人ということですけれども、これ今までの何て言うんですか、5年とかの推移っていうのはどうなんですかね。去年のもあるでしょ。
毎年の調査ではないですか？何年かごとなんですか？これ毎年やってるんですけど、ですね、去年はですね、またこれも質問資料を渡しますが、マイナス14です。14人の転職者が。で、その前の23年が185人の転職者がです。85人。はい、185人です。その前、平成22年が79人の転職者がです。ちょっと波が。先もちょっと触れましたけどもね、新病院とか会員とか企業誘致が進んでるんですけれども、転職者の方が多いっていうのは、転入してきてくれる方が単身で企業の方もっていう方は、なかなか住民登録はやっぱり家族がいるところに置いていうことがあって、まあ、160人も25年転出するのが多いのかなっていう思いもありますので、その辺もしっかりこれから詳細に分析するようにと指示を出していますけど、まあ、多分来年というのは今年ですかね、今年はそんなことないと思いますけどね、ちょっとその辺の状況が、だから地域別、産業別、いろんな項目別にやっぱりしっかり分析をして対策を考えていくっていうことが必要だと思います。沿岸部のね、やっぱりその人口のっていうのはあるかなっていうのは思ったんですけど、でも去年はね、マイナス14っていうと、なかなかそこら辺がどういうふうな掛川については先ほどもちょっと言いましたけれども、企業がすぐ製造客に移すというところはありませんので、これからまあ何かしらなんか分かりませんけど、今のところはそんなに南部の企業の方が、従業員の方が外に出ていくってことはないだろう。まあ、そういう時はあれですよね、移転した企業はないですよね。ないです。それは困るって言って、しっかり訪問を重ねて、まあ、津波対策に対する支援もですね、いち早くかけ合って、県下に先駆けて実施をしてきましたので、ただ新しく工場を拡張するとか、新しく工場を建て替えるという時にはもう、これはもうなかなか工場長なんかは大変従業員のまあ勤労力が高くて、まあ、性格もいい従業員がたくさんいるんで、この地でやっぱり生産活動を作りたいということは工場長は言いますけど、本社の方はやっぱりBCP の関係で何かあった時にということで生産をしたいとか、そういうようなことも聞いています。あとはまあ場面でもその若者世代の定住という課題ということもありますけれども、この出生率というか、子どもの状況というのはどうなんですかね、こう増えているのか減っているのか、そこら辺のそれもこういうのにはこれの統計に入っている。社会的移動ということで、その子供が生まれたり死んだりというのは今回だからデータはあるはず、はい、今回のは社会的に書いてあるからですが、出生率を見てまた今いくつ学校があるの、すぐ分かるよ、そうじゃなくて、次は、後で、はい、わかりました。話題については、関係いかがでしょうか。
まあ、あとじゃあの別の話になりますけども、まあ、今日夕方にも中電の水谷、社長いらっしゃると思うんですけども、ああいう動きのこう安全審査に向けて、まあ、動きがこう出てるわけなんですけども。それについてですね、まあまあ今日実際明快されて、お話は目を受けるということになっていると思うんですけども、ね、まあまあ、どのようにお考えかということをお伺いしたいと思いますが、従来から、まあ、掛川市長として、まあ、浜田の、まあ、再稼働については、申し上げてきたことと、まあ、今回の、まあ、4号機について、審査の申請をすると言ったから、考え方が変わるかということでは、ありません。まあ、従来言っていたやはり福島の大事原発事故の、まあ、検証が終わっていないというような状況の中での、まあ、中電の申請と、まあ、こういうことで、ありますので、まあ、そういう意味では浜川原発に対する市民の将来の不安、不信というのは、決して変わってはいない、解消される状況ではないと思います。まあ、そうしたことも含めて、まあ、毎回同じことを、申し上げてるんですけれども、浜岡の原発は、まあ、現在は、全部の機が停止しているわけですけれども、まあ、使用済み核燃料はまだ、燃料貯蔵プールに、まあ、保管されている、まあ、1号機からは5号機出したというか、移したということでしょうけれども、運転がされていて、いなくても、まあ、万全な、まあ、安全対策が必要だと。そして、まあ、将来にわたり安全安心が確保され、市民の理解が得られなければ、まあ、再稼働というのは考えられない、まあ、そういう一貫して会見をして、あるいは会見をするとして、そういう考えをいつも述べさせてもらっております、述べておりますので、今申請をするからと言って特段考え方が変わるとかということではありません。まあ、これは中電が中電として、やっているという話です。当然、まあ、再稼働に据えた動きではあるんですけども、その申請、まあ、安全審査を受けるということは、まあ、確か以前、それ自体は別に、そうですね、それ自体はもう別に、私がそんなことを必要ないとか、やるなということではありません。重点が安全対策を取るということでありますので、使用済み燃料の問題では、まあ、ずっと乾式貯蔵施設のことをおっしゃってますけども、そ、ね、まあ、それはやはりそれが一番ベストだっていうふうに、これはですね、その私がそういうふうに申し上げたということよりも、その中電力が 1,2 号機を廃炉にしたときに、ここはもう、少し、老朽化して心配だから、乾式貯蔵施設を作ってそこに移しますよと、これは私の方が言ったみたいで、中電の方が、まあ、何年前ですか、5、6年前ですかにそういう話をしたわけですので、当然その、まあ、乾式貯
施設に移すよりベターなところに移してもらいたい、移すべきだっていうのは、これは早くやってくださいよ。で、最終的なあの処分についてはこれはもう10年だけの問題でなく、国がいろいろ検討するべき話だろうとは思いますけれども、まあ最終処分地もなかなか決められないという状況の中では、当然中電の敷地内にそういうより安全な監視施設は早急に早急に作るべきだ。これはあの中電力に海外庁として要請した項目の一つとして、まあ中電力も対応しますという、そういう話だと思いますけど、あの太田市長は安全、まあ、あの安全性の申請とですね、再稼働とはこう、まあ、別なんだということをですね、あのこう文書としてですね、あの終電からこう出しを求めてですね、終電がそれをこうあの、まあ、提出したというそういう説があるようですけども、特に何かその終電に対してあの、まあ、今回の申請に対してですね、こう相手からか注文をつけるとかですね、何 か具体的に何か求めることとかっていうのはお考えがあるでしょうか。いや、まあ、掛川市長は従来から中電に、あの要請をしていたことを、まあ、さらに、しっかり言い続けるということと同時に、まあ、最近あの、先日もあの原子力防災訓練を、まあ、本当にあの市の職員の、まあ、一部を対象にした訓練をしましたけれども、やはりあの原子力災害時の広域避難計画なるものも全くできていないわけですので、いざその30キロ圏内の、ものが、まあ、自宅で待機する、それが30キロ圏外に行った時どういう状態で、避難が可能なのか、まあ、そういうことが全くまだ示されていませんし、これ多分あの30県内の人口が60、人口的にはあの11市町で95万人、まあただ31キロ圏内はそれよりも10万ぐらい少ないということです、ね、そういうそれと実際にあの、自宅で外に 出ないような待機をしよう、まあ、そういう時に、要素材をどういうふうに、まあ、配慮するの、もうあの私なんかはもう駆け足としてはもう早く要素材については、医師の情報を見て、もうそれぞれ個人が持つ、ただ個人が持てなければ少なくともある地域の避難施設になるようなところに、誰かが管理してっていうような、いろんなことが全くあの取られていない状況ですので、まあ、そういう意味では、まあ、中電は、まあ、再稼働の話にはあるかもしれませんけど、我々といったらそこをこれからしっかり検討を進めて、正直あの原子力防災計画も、まあ、形
形はありますけれども、本当に何かあった時の対応については全く十分ではありませんし、そんなことそういうものが先にやっぱりあるべきではないかな。特に浜岡については国が福島原発の事故の後中電に、まあ、これ命令してじゃなくてお願いしたっていう国の言い方で、まあ、原子力ワインの委員長の言い方ですけど、で止めたわけですから、まあ、そういう心配があって、国が止めたわけですから、そういういろんなものものの避難計画が良さないとか、あるいは避難の時の80万人が移動する状況をどうやっていくのかと、まあ、もちろん安全対策以外ですね、以外まあまあ、でそういうこともやっぱり先行してどんどんやらないと、まあ、かけがしようとしてあとで再稼働という話ではないと、いや、まあ、まずそういうことをしっかり進めてもらうとというふうに思っておりますので、中電はこれはもう今回の申請は再稼働を目指した申請であるというふうに思いますが、私はまだ先にいろんな対応がしかこう市長がおっしゃったように、本当に昨日の訓練ではですね、避難計画ができないということで、安定用素材の配布方法とか、まあ、避難するためのバスの手配とかですね、そういう訓練はなかったわけですよね。今の市長の話はあるんですけど、その順番が逆だと、避難計画も できていないのに申請するのは、ちょっと順番が逆ではないかというふうに。まあ、そういうことですね。すみません。じゃあ先にあるべきだということはですね、今後再稼働の条件の一つとして広域避難計画の策定というのも入ってくると考えてほしいでしょうか。そうですね。で一方でその広域避難計画県のアクションプランによると今年度中に策定するということになってたんですが、まあ、この時期になってまだ全く目処がなくて、でこの辺については市長としてはですね、県に対してどう思うか、あるいは具体的なその解決策としてこういう方向を目指したらいいというのは何かありますか。県にですね、これはもう早急に、広域避難計画を策定するようにという、まあ、要請は担当を通じて、要請はしてます。これがなければ、まあ、万が一の対応について、十分な掛川市民の生命と財産を守るということにつながっていかない。でそれからまだオフサイトセンターを、まあ、他にの場所に移すと、これは空港の近くに移すという話は、まあ、直接聞いたわけではありませんけれども、まあ、そういうことがありましたので、まあ、そういうことも進んでないんですね。で私自身その3.11 の後と、まあ、原子力国際訓練があって、通常の、シナリオですと、まあ、副首相が汚染センターに行って、いろいろこちらの対策をという話がありましたので、
まあ、私はもうあの場所では副首相を派遣しないというですから早急にこれについても、機能するところに抑えたセンターを早く移すそういうことも当然、これ国に関することですけれども県の、こういう機能を計画の中にですねしっかり入れてで避難計画も合わせて早急に策定できるようにですね。すみません。それと四市大協の枠組みの外でですね、7つの市町が来週にもですね、協定に向けての議論を始めます。この協定のあり方について、市長は四市大協の枠の中に一緒に入ってきてやる方がいいのか、あくまでこれは四市大協では外のですね、7市町の枠で結ぶべきというふうに考え、どのように考えますか。まあ、掛川市長の方から四市大協に入ってくれとか四市大協の中ではダメですよというようなことはですね考えておりませんので、まあ、三十キロ圏内の UPZ の範囲の自治体が、四市大協と同じ、協定内容にということであれば一緒の枠に入るということだろうというふうに思います。それとあの国の方の制度が UPZ ともう一つ P なんか APZ 5キロと31キロ なんだか APZ APZ、はい、で今度変わったんですよね。掛川市はその UPZ に今まで実況圏内というその決め方があったのはだいぶこうそれ自体あの範囲も広がってきたし変わってきたもんだから、その辺のところを県がやっぱりどういうふうに考えて、いるのかあるいは中電がどういうふうに考えているのか、まあ、我々は今四市大協の中で、まあ、中電力と協定を結んでおりますので。まあ、これはこれで、私の方からこの枠組みを変えた方がいいとかということではなく、まあ、30キロ圏内 UPZ の範囲の自治体が増えたわけですので、まあ、同じ繰り返しになりますけど同じ、協定内容でということであれば当然意義を申し上げるということはないですね。ちょっと戻るんですけれども、先ほど文書の話でですね、菊名市長のところには1月の17日付で、今回の申請の位置付けの文書が届いているんですが、市長のところには届いてないですか。私は見てない。あの菊名市はそういう文書がありません。これはあの、はい、菊名市だけです。今回 その安全申請を受けてですね、例えば四市大協で何か話し合いの場を持つような機会は設けるんでしょうか。今現時点で、まあ、そういうことは考えておりませんが、いろんな当然、状況の変化があればですね、これはやっぱり今ある四市大協という組織の中で、意見交換といいますか話し合いというのは、まあ、やる必要がある状況であればやらなければいかんと。
なかなか今の四地代表もいろんな意見の立場がいますので、ただ話し合いができないという状況ではないと思っています。それは必要があればやっぱり協定を結んでいますので、吉田代表も任せますよということもあり得る話です。今日4時半でしたか。はい、はい、ということですけども、はい、まあ、そこでなんかどういう話をされようとかですね、どういう説明を受けてそれに対してなんかこうなんかこう対応してとかこういうことを言おうとか、なんかこういうような何か部署を求めるとか、なんかまあいろいろとですね、対応といいますか、どういうようなことに受け止められるかというようなことを今お考えはあるでしょうか。まあ当然その まあ最終処分地、あるいは処理方針がこう未だ決まっていない、あるいはその病床災害時の広域避難計画がまだ されていない、あるいは福島第一原発事故の検証が終わっていない、こういう状況の中で、まあもう中で申請です、まあ、そういうことについて もし聞くとすればどう考えるかということを書いているのかということぐらいは、著名官に聞くかもしれませんし、まだその時の状況で、どういう説明が著名なのかあるのか、ただこれは著名も動くこうなってますからね、ただこれは申請するだ再稼働とは全く関係ないって言ってみたり、いや再稼働のために申請するんだっていろんなところでこう言葉の使い分けを中電がしているようですので、まあ改めてそういうことももちろん中電の説明によっては結構必要もあるのかな。次回の定例記者会見につきましては3月5日9時30分を予定しています。また、当初さん及び補正に関する記者会見定例につきましては2月の19日1時からを予定しておりますので、またよろしくお願いします。以上をもちまして2月の定例記者会見を閉会いたします。長時間ありがとうございました。